はい、明日ね、ダイナランド、あるいは奥美濃のスキー場ね、高須スノーパークとか、来る方、今日さ、雪今降っとるんだけど、これ夕方ぐらいから降り始めたんだけど、まあね、峠道、雪積もるのかなって、まあ、ちょっと気になってる方もいるかもしれないですが、あの肉でね、スタッドレスの人ね、チェーンいるのかな、いらないのかなっていうところだと思うんですよ。まあ、その今のところね、これこの白いじゃないですか、これあの夕方からの雪が積もったんですよ。あ、今第4の峠道なんですけど、今日が2月13日日曜日夜の夜の5時55分です。夜の5時55分。まあね、その気温が高いんで、その降ってる割には積もってないんだけど、バンバンね溶けてるから。ただまあこれがバンバン、まあそのもっと冷えてくるじゃないですか。で9時10時11時になったら冷えるでしょ。でそうなった後もまだ降ってたとしたら、雪がね、まあその分は積もりますよね。だからこれ今日の天気予報が午後から雪だったんですけど、午後からは降らずに夕方から降ったんですよ。でそのこの雲がね、まあ、半日降るはずだった雪がさ、夜に、時間がずれたんだとしたら、まだまだ降るじゃんか。だからまあ朝方はね、ちょっとまあ雪がね少し積もってるかもしれないですよね。あと今濡れてるだけだけど、これが凍結するかもしれないですね。朝4時とか5時とかさ、気温が低いじゃないですか。あ、お金取れないんだな。これもう車がこうやってバンバン通ってるからさ、あの雪積もっとなくてさ、こっちのさ、ほら駐車場、まあ、積もっとるよね、これ5ミリぐらい、はあ、あれ、ナイターまであと2分ぐらいか。はい、だからまあね、気をつけてください。以上でした。じゃあね、今日ひょっとしたらナイター滑ります。